占い処方箋、魔法の言葉でお悩み解決。はい、今日はね、アリスさん、どういうご相談ですか？はい、はい、私物忘れが最近本当にひどくて物忘れ、はい、めっちゃ今まで持ってたものが、うん、を忘れるようになったから、なんかあるのかなって。その時にさ、外に出てふって思い出すの？あ、思い出します。お仕事の内容が変わったりとか、なんか環境の変化とか、そういうものがあったりしたことは？あー、舞台に出させていただいてました、最近。今まで意識してなかったことに意識が向いて、今まで意識してたことに意識が向かなくなってるんだよね。今までと視点が変わってきた。お仕事をこれを本当にやっていこうとかっていうのを強く思い始めたのっていうのが、そのぐらいの時期からじゃないのかな。確かに、なんかすごいね、意識してください、意識してくださいとか、そういうメッセージがすごく来てるんだよね。で、今すごいいいチェンジの時期、転換期ですね、から殻を破って新しい蝶になるみたいな、なるほど、時期に今ちょっと入ってきてるようですね。本当は何か起きる前って結構ね、落ちることとかトラブルとか、はい、そういうことっていうのが起きるんです、だからチャンスの前にはピンチが来るんです。だから今その何かあることによって、私はダメなんじゃないかとか、これ困ったな、どうしようかなって思うことよりも、私これからなんか変わっていくんだなと、ちょっと見てるところがこれから変わっていくんだなっていう風に、ちょっと捉え方だよね、を変えていかれる方がいいかなって。今までね、気にならなかったこととか、今度気になってきます。ちょっとその内容で書きますね。はい、あんまり心配することない。はい、それではアリスさんと同じようなお悩みの視聴者の皆様にも処方箋を出したいと思います。転換期の時期を有意義に過ごし、新たな自分を見つけていく。お大事にしてください。はい、やってみてください。楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。